豆腐屋の四は、松下隆一が、朝日新聞の朝日花壇に投稿した短歌を軸に、綴ったエッセイ集。および、それを原作として、制作、放送された、テレビドラマ。思いがけない母の死により、進学を断念。海辺の地方都市で定前のため家業の後継者として、日々の厳しい労働に従事しながら、文学への熱い思いを、胸の奥に秘めた1960年代の青春の、 記録。未来の妻とすべき少女へのひたむきな愛を描く。松下が朝日新聞の短歌欄に投稿したもので、1968年に自家出版した花文集である。地方の青年のやるせない気持ちを綴った花文集は評判を呼び、翌年1969年4月に講談社より交換された。 朝日放送の制作で、1969年7月17日から1970年1月8日まで、TBS 系列で、木曜日の21時30分から22時15分に放送された、全26話、豆腐屋という仕事に誇りと情熱を持ち、こよなく豆腐を愛する男の姿を描く。前作、ガツカ水木金金金と同じくモノクロ放送である。 歌っている、チャーリーとスヌーピーは、新田高弘と、南馬伊佐からなる、男性二人組のフォークデュオで、新田は現在関西を代表するギタリストの一人で、ある、新しい良平の叔父にあたる。この番組で、兄弟役で共演した、小形健と林隆三は、この番組が終了してから約5年後の1975年1月から、放送された、必殺必中仕事や家業に、 主役級で、レギュラー出演、再び共演することとなった。制作は同じ朝日放送であり、プロデューサーも、山内久志が務めているに変更になっている。なお、単発ゲストでは、必殺仕掛け人、第28話、地獄に遅れ狂った地において、林がゲスト仕掛け人として、レギュラーの尾形と共演している。放送当時、天保つむじ風、魔像、 17の首、千国億円物語といったドラマを掛け持ちしていた三大プロデューサーが多忙のため途中で交代したものと思われる。ありがとうございます。